ことのライフ。カレーにもんじゃって合うのかな。あれ、あそこにいるのって青い読書なんて珍しいじゃん。ササラン、おはよう。めっちゃ真面目に本読んでたけど頭打った。綺麗だな。私だって本くらい読むよ。ごめんごめん、あまりにも真剣だったから。実はちょっと勉強しててね。あの葵が、明日は雨か。どんな勉強してたの？ササランには高度かもしれないのに聞きたいの？はよ言え、どつくぞ。わかったよ。実はね、頭と手をつなぐ方法を調べてたんだよ。うるさ、図書館は静かにって知らんのか。てかそれ図書館で調べる必要ある？いろいろな本置いてあるし、何かアイデア出ると思ったんだよね。その努力を普段の勉強に生かせよ。ああ、お前よりは頭いいし。万年赤点見てられんのくせによく言うわ。韻を無駄に踏むな、ムカつく。あの取り込み中？その声はあかり。手をつないでるぞこいつら。うるさい、落ち着け。先輩だから手をつなぐのはやめよって。いいじゃん、減るものじゃないし。それはそうですけど。どうやるんですか？どうすればそんなに自然な手つなぎとイチャイチャができるんですか？あ、葵ちゃん。師匠、どうしました？後ろにヒントがあるんです。ここ、図書館だぞ。あ、つづみちゃん、これは、そのですね。静かにできないやつは、消えろ。外で話してきます。どこ行くんですか？ことのライフ。セイカさん、邪魔すんで。アカネちゃん、やっと来たか。冷やかしに来ました。はじめまして。なんで二人も増えてるんですかね。あと、君は誰や？暇そうにしてたから拾ってきた。世間ではそれを誘拐って言うんやで。キリタンの友達や。安心せい。お酒のお姉ちゃん、よろしくね。誰が余計なこと言ったやつ。私はヤニカスって、今すぐ帰ってくれへんかな。それで、うちに何の用なん？見てみ。新車やで。ええやん、どっから盗んできたんや。盗んでへんわ、ちゃんと買ったわ。セイカさん、今ならまだ間に合います。もしもし、ポリスメン。待って、ほんまにやってへんから。あはは。呼んじゃったの？いや、私の LINE の着信音だよ。新喜劇みたいなことすんな。この人面白いね。はいはい、冗談はこの辺にしとき。結局車の自慢だけで呼んだんか？そんなわけないやろ、ドライブ行こうと思ってな。ドライブデートじゃん。よくわかんないけどすごいね。ちゃうからね。ちゃうんか。あんたがボケたら収集つかんからやめて。てかドライブならアオちゃんも呼んだらよかったやん。うちの運転のサポートしてくれそうなの、アカネちゃんくらいやし。やば、地獄のドライブだったかって。撤退しますか隊長。今さら逃げれるとでも？怖い大人だ。ジーサス、そこまで言わんでいいやろ。うちもできれば帰りたい。アカネちゃんまで。冗談やって、とりあえず近くのショッピングモール連れてってや。アカネちゃん、新しい服欲しい。姫はステーキが食べたい。君らは本当に腹立つわ。まあええわ、免許証どこにしまったかな。この人本当に運転させていいの？ちゃうちゃう、そっちの引き出しや。なんでアカネちゃんが把握してるんだ。よっしゃ、飲み物飲んだら行くで。色おかしいけど大丈夫？多分大丈夫。上着以外な。これセイカさん、それビールじゃ。セイカさん。あ、アカネちゃん、これはその免許証、期限切れやねんけど。せいかったらうっかりさん。やかましいわ、更新行ってこい。ことのライフ。今日は転校生が来てるぞ。この時期に転校生、どんな人かな。じゃあ早速入ってもらおうか。ハロー、マイネームイズリッカ小春。英語の方だ。それはなんかおかしい。I don't speak English、 よろしくね。英語じゃない方だ。いや、それもおかしいから。じゃあ何方？型から外れてくれない？お前らまだ授業中だからな。うっす、えっす、おっす。やかましいわ。冗談はさておき、小春立花です。バンドのボーカルやってます。よろしくね。よろしくね。じゃあ小春は手続き残ってるから、とりあえず職員室来てくれ。了解。また癖が強い人が一人増えたね。あはは、ほんとそれだね。葵ちゃん、あんたのことも言ってるからね。ことのライフ。はあ、アカネ、まだ戻ってこないのかな。委員会長引くって、さっき連絡来たよ。なんであんたには送ってんだよ。いや、そう言われても。あ、そもそも私連絡してないや。そりゃ連絡来るわけないよね。はあ、あんたと話すことってないよね。確かにないね。なんか話題ないの？え、私に話題出させるの鬼か。ラジオ体操の最後にやる深呼吸って結構サボりがちじゃない？アカネンの話すればいいのに。私はそもそもラジオ体操自体適当にしてたな。それはダメよ。びっくりした、ツンちゃんか。ラジオ体操はすごいの。毎日続けていたら健康に生きていけるのよ。マジか。夏休みの日課って健康を意識づけるためにあったんだ。つまりサボってた人は一生不健康に。やばい、私終わったわ。普段から運動してたら大丈夫よ。じゃあ私は部活に行くね。ずんこがずんだの話せずに帰った。そうそう、私のおすすめはずんだ式健康方法。それはやらない。明日からもう少し運動しようかな。
アオチンはさっきから喋らないけど、どうかした？マキ、私普段から運動めっちゃしてたよ。マジで？例えば、漫画で尊いシーンがあった時に、こうしてベッドでくるくるしてるの、これって超運動じゃない？それはなんか違うし、怖いよ。よく考えたら深呼吸もしてるかも。嫌な予感しかしないんだけど。その興奮を抑えるために深呼吸する時があったよ。ダメだ、私には理解できない世界だ。アオちゃん、マキマキ、お待たせ。アカネン、アオチンを何とかして。よくわからんけど多分無理やな。ふふ、私の健康法書籍化できるね。絶対できないから。マキ、日に日に健康度に差がつくよ。そんなドヤ顔で言われても、私普段から家の手伝いで運動してるよ。よくわからないけど形勢逆転しましたね、アカネちゃん。そうですね、葵選手、ここからどう切り返していくかが注目です。やばい、これは私が負けて煽られるやつだ。マキ、こうなったら勝負だよ。え、何するつもりなの？グラウンド一周勝負だ。校庭で待ってるから逃げるなよ。あ、アオチン待って。待つわけないで。うわ、あ、あれ、私は一体、あ、アカネ、ここは？いいか、落ち着いて聞いてな。あんたは立ちくらみでこけたんや。